いい加減に晴れてほしい。はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、今ですね、10月16日になったところなんですけど、まあ、4日間のね、競馬っていうことになってしまいました。で、まあ、お疲れ様でしたというところなんですけど、競馬ファンの皆様には、まあ、台風のね、被害がちょっと尋常じゃなかったなっていう。僕ね、住んでるの名古屋なんですけど、名古屋に関しては本当にこれ暴風域入ってんのってぐらい、もう雨も風も全然なかったんですけども、ニュース見たらね、いやー、もう全国各地ひどいことになってて、まあそうですね、僕の好きな新日本プロレスのね、道場も浸水しちゃって、もう板張り替えなきゃダメとかっていうことだったんですけど、まあ亡くなられた方もね、ほんとたくさんいらっしゃって、まあ、普段この動画見てくださっている方とか、まあ、うちの読者様とかもね、もしかしたらなんかそういう被害に遭われたかもしれないなということなので、まあ、そこはね、本当にお見舞い申し上げるということになってくるわけなんですが、もうそろそろ本当ね、週末雨、台風ばっかりやめてほしいなと思うわけなんですが、今週の、天気予報ですね、今ウェザーニュース見てるんですけど、ですね、19日土曜日頃ですね、低気圧が来ます。18日から19日にかけて本州付近に低気圧が接近して全国的に雨が降る予想と。で、低気圧が発達して大気の状態が不安定となるため、東日本や西日本の太平洋側などでは雨が強まる可能性があるということで、またね、これ、雨になりそうですしね、もうすでに水分をね、だいぶ含んでる土地があるので、まあ、また二次被害というか、新たな被害も起こるかもしれないということで、まあ、今週もね、もしかしたら、ちょっと荒れた天気の中の競馬に、ね、なっちゃうんじゃないかなっていう恐れがあったりするのがね、すごく心配なんですが、この動画ですね、これに関してはまだ菊花賞のね、予想っていうのはまあ別にしておいて、まあ、ちょっとタイトル通りね、半路時計の話をちらっとするというものを2本、連続でアップしようかなっていうふうに思っております。はい。で、まあ、その本題の前にですね、秋華賞ですね、ちょっと振り返りたいなと思うんですけど、1着がね、クロノジェネシスということでですね、プラス20キロ。うん、かなり大幅にね、増えている感じでしたね。まあ、最後の一冠が一番欲しい立場なんじゃないかなっていうふうに前回の動画では、言ってたんですけど、まあ、プラス20キロって僕がね、最初にブログとか始めて、こうやって本出したりとかし始めた頃から現在のこの13年後でちょうどプラス20キロなんですけど、当時47キロしかなくて、今67キロあるんですけど、うん、もうね、運動能力ってやっぱね、桁違いに落ちるんで、やっぱ馬のプラス20とはだいぶ違うなっていう感じだったんですが、まあペースもね、早い中で、うん、本当になんか強い勝ち方したなっていう感じでしたね。もうただただもう勝ち馬に、まあ敬意を持って本当ね、拍手したいという感じです。で、まあ僕が注目してたのが、まあまあ、最先着がカレンブーケドールですね。2着でしたけど、まあまあまあ頑張ってくれたと思います。で、3着、まあこれ推奨してたわけじゃないですけど、気象さえ落ち着けばね、この世代最強なんじゃないかって言って、桜花賞の時からね、注目してるシゲルピンクダイヤがね、また人気なかったんでね、で3着まで来て、うん。っていう感じだったんで、一番人気ダノンファンタジーが8着で、まあ馬場的にね、まあ雨のことも考えてということで、エスポワール、注目してたんですけどね、ちょっと、まあ、まあ伸びなかったですし、まあ、ちょっと人気がね、うん、いや、3番人気っていうのはちょっと予想外でしたね、人気しすぎてんだなっていう感じでした。あと、秋買いたいなって言ってたシェーン・グランツが全然もう11着で、ダメだったんですけど、まあ、位置取りがね、まあ、一番最高峰まで下げての競馬となったんですけど、うん、まあ最後にね、かける競馬をしたっていう風にね、竹内とかジョッキーが話をレース後にしてるんですけど、まあ最後、あそこから、何秒の足を使ったらさせるんだっていうぐらい後ろだったので、まあまあ残念だなっていう感じでした。あと馬体重的にもね、シェーン・グランツはそうですね、桜花賞とまあオークスの時に減って明らかにコンディション悪かったなっていう風に思ってたんですけど、それからのね、期間を考えると、プラス10って意外と戻ってるのか、成長分考えたら戻ってるのかどうかなっていうところだったんで、そうですね。まあこれから、またね、マイルとか、
距離短くして走った時にはね、人気がなければ買いたいなっていうふうには思っています。はい、まあそんな感じでしたかね、週刊賞は。ちょっとね、またそうですね、カレンブケドール、まあ2着まで来てくれたとはいえね、まあ2番人気だったんでね、全然注目馬としての、まあ結果としては全然ダメだったなということでね、反省をしながら、まあ今週別の動画になりますけどね、菊花賞の方やっていきたいと思います。はい。で、まあ、販路時計は、難しく考えずに使おうと、使えますというようなね、テーマになっているこの動画なんですけど、まあ、結構ね、販路の時計に関しては、まあ、メルマガブログとかでも10年ぐらい書いてるのかな、書いてきてると思うんですけど、競馬のファクターって全般的にそうだと思うんですけど、もっとここを掘り進めなきゃダメだよとか、そんな上っ面じゃダメだよって言ってると、ものすごく掘り込む時間がある人しか、まあ、使えないっていうのが多分現実だと思うんですよ。うん。で、まあ、まあ、この動画見てる皆さんとかもそうですけど、まあ、それは四六時中競馬に時間使うわけでもいかないですし、うん。で、まあ、そんなんね、忙しい、時間があればそんなことやるよっていう人がね、それいると思うんですよ。うん。でも時間がない、この世の中。このもう本当に、今のね、忙しい世の中なので、なかなかね、そう簡単ではないということで、なんですけれど、まあでも簡単に使って効果的なことも十分にありますよっていうところのね、話をしたいなと思ってまして、まあ例えばですね、じゃあ難しく使った時にそれが本当に正しいのかっていうところも、まず話したいなと思うんですけど、まあ販路時計の場合だとそうですね、まあ馬場の状態であったりとかね、コンディション、まあまあまあ、追ってる時間とかですね。その辺によってね、時計も全然変わってくることは確かなんですよ。うん。なので、例えば、そうですね、今週の時計の上位10頭が、時計が早いから、今週は時計が出る馬場なんだという、まあ、断定的にして、予想する人もいますし、まあ、一番時計ですよね。一番早かった時計を目安にして、あ、今週は、例えば51秒ジャストの馬、が、まあ、立冬で一番早いから、まあ、時計、出にくかったのかなとか。なんかそういうようなね、例えばですけど、まあ、目安で、考える人もいると。いるんですけど、じゃあそれって 100% 正しいのかっていうと違うなと思うところがありまして、例えば、まあ、ご存知の方も多いと思いますけど、まあ、ネロという馬がね、います。で、まあ、僕いつもの販路番長って呼んでたりとか、そうですね、販路の G1 とかね、があれば、まあ何個この馬、勝ってるんだというぐらい毎回早いんですよね。例えばレースの、レース週です。うん。新馬戦の時が50秒ジャスト。で、そっから、デイリー杯で 49.8。そっからも 52.6、51.4、50.5。ファルコンステークスでは 49.2 秒。うん。まあ51秒台が、でも遅いぐらいですね、この馬は。で、当たり前にですね、まあ、50秒台。で、早い時は40秒台も出してきます。はい。それは、デビューしてから今まで変わらずに、結局去年の年末のカペラステークスでも 50.8、その前の JBC 49.8、その前のセントール 49.4 とかを出してしまってると。2017年のスプリンターズステークスに関しては 48.2 秒っていう時計も出してると。うん。じゃあ、一番時計、その日のですね、販路の時計の評価をするときに、目安を一番早い馬にしてしまった場合、まあ、いつでも早い時計出しちゃう、こういう馬が上にいたら1頭。うん。じゃあ、上10頭の平均出したら、でも上10頭がたまたまその週走る馬が、販路が早い馬ばっかりだったら、もしくは販路が遅い馬ばっかりだったら、ということを考えると、そこまで掘り込んで調べてる場合には、正しいと思うんですよ。正しいものが出ると思うんですけど、そこまで掘らずにやってるんだったら、意外とそうでもないぞっていう結果が出てしまうなっていうところが、まず一つ問題点としてあると思うんですよ。うん。だから中途半端に掘ると事故るぞっていうね、そういう競馬のファクターって、まあ、どれもね、そうだと思うんですよ。例えばこれ、販路の、時計で言ってますけど、例えばまあレースの時計ですよね。まあ、今週500万で、例えばマイルでこういう時計が出たから、今週は時計が出るんだって判断する人もいますけど、要はたまたまそこが速い馬たちばっかりだったらどうするんだっていうところもあったりするので、その辺はね、なかなか一概に言えないぞというところは同じだと思うんですけど、
じゃあそれより下まで掘っていくのか、もうちょっと上で使えるところを使うのかって言ったら、やっぱ時間がない人はこのもうちょっと上のところを使う方がいいと僕は思うんですよ。うん。例えばなんですけど、2016年以降ですね、立冬は、関西の馬で、当該種レースの週、レースの日から、振り返って、7日前までですね、までの反路調教で 50.9 秒以下出した馬。これどれぐらい成績があるかって言ったら、勝率 12.7 で回収率 111% あるんですね。ってことはもう、それを買ってるだけでも、基本的には、大多数9割以上の競馬ファンの人の年間の馬券の成績より大体いいものが出る可能性があると、いう結果になっています。うん。で、これ今、勝率 12.7 って言いましたけど、1レースでね、2頭以上出る時もありますので、それをね、含めた時のレース勝率ってすると 14.1% でやっぱりちょっと上がるんですけど、はい。で、反応って、意外とね、イメージと違うかもしれないんですけど、なんかダートの方がいいっていうね、思う人も多いかもしれないですけど、芝の方がね、このパターン成績が良くて、特に両馬場だと勝率が 13.6% って、回収率が 163% この期間であります。はい。でもこんなのってすごく反応時計と、この上っ面のとこだけを掘ってるだけなんですけど、全然使えるで、データというか、結果、傾向があるという、ことなので、そういうところをまず使っていくのも僕は全然いいんじゃないかなと思いますし、うん。で、それを、そうやってね、簡単なところで美味しいところをつまんでる人に対して、いや、もっと深く掘らなきゃダメだよって言ってくる人がいたとしても、それはそれで、僕はこういうスタイルなんでって時間もないですしってね、全然言っていいと思うんですよ。うん。いや、もちろん、例えば、馬なりだったりとかね、誰が調教に乗ったとか、調教種別とかね、これ別の動画で話しますけど、合わせ馬してたとか、いろんなね、条件で変わってきます。そもそも早い時計を全然出してこない調教師っていうのも、いますね、反応で。うん。それでもやっぱ早い時計を出してるっていうことには価値があるというのは、僕前から、よくね、これ言ってるんですけど、結果としてね、早い時計を出している。うん。出そうと思って出せない子もいれば、無理して出してる子もいるでしょうし、でもさらっと出す子もいると思うんですよ。でもやっぱり出せる、時計が出せるっていうことは、それだけその部分はね、単純に評価をしてもいいと僕は思いますし、例えばこの子、めちゃめちゃ勉強できる。この子勉強やればできるかもしれない。っていう二人がいて、だからこの二人を同じ評価にしなきゃいけないってやっぱおかしいと思うんですよ。やっぱこっちの子が明確に結果を出してるんだったら、こっちの子をやっぱ評価するっていう方が安牌かなって思いますし、あと、反路時計って基本的にメディアが、大きなレースとかで、どういうふうに書きますかね、中スポ、僕の地域中スポ、皆さんは東スポかもしれないですけど、例えば〇〇、G1 制覇に向けて、猛烈デモンストレーション、49.7 秒とかって、ああいう記事が出ると当然人気になりやすかったりするんですけど、でも、例えば前半戦のレースとか、重賞以外であんまりそういう記事にもならないですし、反路時計別とかね、反路時計のそのレースの、順位別とかに、競走馬を並べた時の平均オッズとか見ても、あまり因果関係がないっていうか、もちろん早い方が若干人気傾向にはあるんですけど、ほぼほぼそんなに、例えば一番反路が早い馬だから、単勝が、平均5倍とかってことはないんですよ。だから全部この30倍ぐらいから始まって、ちょっとずつ落ちていくっていうぐらいしか影響が出てないっていうところもあるので、うん。なので、今現在で言ったら、上っ面のデータとかを掘っても、そこだけ使っても、美味しくいただけると、いう感じになってます。うん。逆に深く掘り進めて失敗する方が悲惨ですし、うん。もちろんもう、本当に掘り進めてね、温泉出てくるぐらいまで掘った人っていうのは、本当に温泉手に入れるぐらい勝てるんじゃないかなとは思うんですけど、うん、ただそうですね。そこまでやらなくても全然いい結果が出せるものがあるので、難しく考えずにね、さらっと参考にする程度でも十分使えますよという話をさせていただきました。はい。そんな感じでですね、この動画さらっと終わりたいと思うんですが、そうですね。やっぱ反応時計とか、結構ね、メールとかでもね、質問とか来るんですけど、もう僕より全然詳しいぐらいの人からのメールとかもやっぱ質問とか来るんですけど、案外僕もね、掘り進めてデータとかを調べて、たどり着いたすごいものとかはあるにしても、
毎度ね、毎度ね、それを毎回チェックしていくっていうのはやっぱ時間が足りないですし、そうなんですよね。で、半分だけで馬券を買うっていうのも、さっきみたいにいい回収率が出てるものは全然いいんですけど、やっぱそれ以外にね、もっともっとっていうふうに向上心も一応あるので、なので、そこを突き詰めていくっていうよりは、まず本当に浅いところで、いい結果出して、で、それをモチベーションにしてこう掘り進めていった方がね、いいんじゃないかなっていうふうに、思います。なかなかね、競馬でもね、こういうデータとかこういう馬って絶対成績いいはずだよなと思って、こう掘り進めていくと、鉄とかにカーンって当たる瞬間があるんですよね。でも絶対この条件って成績良くなきゃいけないのになぜか良くない。っていうものとかにぶち当たったりもして、そうなると、ちょっとね、迂回とかするだけでは、その鉄の板ね、突破できなかったりすることがあって、また上まで戻ってね、また仮説を立てて、こうやって掘っていったりとかしなきゃいけなくなるので、それもやっぱ、時間的にね、やっぱ皆さん大変だと思いますし、そもそもね、やっぱり平日ね、お仕事されてる方っていうのは、週末は馬券を買うわけですよね。そう。なので、その週末の休みとか時間がある時に競馬の研究をしたくても、そこはもう実践の日になっちゃうので、やっぱね、そうね、簡単じゃないんですよ。そう。なので、効率的な情報とか、を得るっていうのがやっぱ一番いいかなっていうふうに、思います。はい。そんなわけで、こんなようなね、話させていただきましたが、ぜひぜひ、参考になったなっていう方はですね、高評価していただけたら、モチベーションになります。はい。嬉しいなと思いますし、チャンネル登録もね、ぜひぜひしていただければ、こういう動画もね、結構、最近ですけど、藤田七子騎手のね、話をしたりとか、ルメール騎手の話をしたりとか、その騎手別の話をしたりなんかもしていますし、そうですね。全然参考にならないっていうような内容だと思ったらアップしてないので、こういうのね、アップしているチャンネルですので、ぜひぜひ、チャンネル登録をしてですね、応援していただけたら嬉しいなっていうふうに思っております。はい。そんなわけで竹内でした。そうですね。半路調教系の動画、もう一本アップしてますね。そっちも、ご覧くださいということで、竹内でした。さよなら。